ぼうにしてさ、なんだか気になるのさ。やきもちじゃないけれど、僕から君は出ていかないよ。一同十六です。今日は一同十六ライブで、ここにもありますよ、一郎君と佐藤君、そのお話はしたいと思います。一曲目はちょっとですね、甘々な男の子の歌でした。僕にだけ結構女の人よりもね、男の人の方がやきもち焼きだったりするんですよ。そうですよね。初めましての方も結構いらっしゃると思うんですけど、私は横浜の方で、プロじゃないんですよ、もちろん。昼間はサラリーマンやってますんで、土日にこういうライブをね、やらせていただいてる一郎十六って言います。どうもよろしくお願いします。サングラスするのはね、なんでするかっていうとね、昔僕若い頃ね、家で練習して歌ってたんですよ。したらうちのお袋がですね、お前男のくせにね、恍惚としてうっとりした目つきしてるふうに言われちゃったので、よくね、写真撮られたりなんかするの 見るとね、やっぱり自分で自分に酔ってるんですよ。鏡を見たり、それがもうどうしてもね、見にくくてね、それ以来のサングラスして、大変失礼なんですけどね、歌わせていただくようにしております。いつも甘い、いわゆる甘く切ないバラードばかりを専門にやってますので、ちょっと甘ったるかったらなんかちょっとスパイスの効いたね、お料理も、お料理みんな美味しいですから頼まれたらいいかなと思います。甘いついてるアイスクリーム、赤い
よく似合うジーンズ履けば最高なのさ。僕より少し足が長くてちょっぴり憎らしいけれど、君は僕のエンジェルなのさ。だからだから君が好きさ。だだ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 。ビールは僕は一年中美味しいと思う。